見えぬものこそ、はい。今回は2006年に公開された劇場版スタジオジブリ映画作品、ゲド戦記を紹介します。この世界は魔法使い、雲が永遠の命を求める魔法を使ったために、均衡を失い、地は荒れ果て、魔法の力も失われてしまいました。そんな時、魔法使いのハイタカは、災いをもたらすものを探す旅の途中で王子のアレンと出会います。父親である王を指し、父親の魔法の剣を持って国を出たアレンは、実体のない影に追われ、精神を病むようになっていきました。この作品の監督は、宮崎駿監督の息子さん、宮崎吾朗監督です。世界的巨匠、宮崎駿監督の巨大な影と戦う、宮崎吾朗監督の姿とアレンを重ねてしまいました。この映画のキャッチコピーの一つに、父さえいなければ、生きられると思った、というのがありますが、キャッチコピーからも、心の闇が滲み出ていますね。やっぱり、ジブリはどう転んでも凄すぎます。最高です。大好きです。皆さん、ここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったらあなたも、感想や好きな場面やセリフをコメント欄に書いてみてくださいね。それではまた遊びに来てください。サンキュー。